なるべく早く離れよう。そうだね、もう少し山を登ってみよう。今から私がリーダー。はっ、よし、開いた。やってやるとするか。責任重大だね。これは良さそうなものを見つけたね。とん。容赦しないよ。あたしをなめんじゃねえぞ。ここエイトリコールゴールうまくてリコールゴール無理だったよ、セラ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。ここエイトリコールカウントの関係者か。こっちに来やがれ。なんと気合が入ってな。リコールゴール悪くないか。物足りねえな。おいの、ランズが強い敵とやりてえってよ。休めるときに休んでおけ。うんうん、休憩も大事だよね。強くなった実感があるよ。少し休んで出発だ。
ありがとう。いい香り。当然だ、セリオスアネモネ。インビディア山脈に咲く希少な花から抽出している。なんだよ、趣味あるじゃん。実益も兼ねている。ふん。実益になったようだな。何よりだ。の知ってたのか。僕も同じだからな。え？武器を収め、仲間の顔を見回すといつも安堵する。これで今日は終わりだと。そして明日を考えると不安になる。明日も同じ顔が見られるだろうか。僕はここにいるだろう。刻印のが楽だよね。いつかわかる。でも戦いは、その時が迫ってもそう思えるだろうか。ん？僕にはわからない。僕たちには想像することしかできない。そこにあるのが満足感なのか、恐怖心なのか。怖いのは嫌だな。僕もだ。だからこそ、力任せに一気に駆け抜けた方がいいんじゃね。いや、メビウスの襲撃を受けやすい場所は避けた方がいいって。おそらくだが、ここ一帯を掌握しているのは以前僕が所属していたコロニーだ。本当か？体温、昨日のレオニスは。ああ、コロニーラムダのものに間違いない。もしかして結構危ない状況？タイオン、ここ詳しいのか？掌握作戦に参加したことがある。何かいい案でもあるの？それはタイオン、確かそれなりの規模の行動があったはず。いいんじゃねえか。敵はやってくるかもしれんが、地下に潜れば少なくとも大掛かりな鉄巨神に襲われることはね。行動、興味津々も。お宝が見つかりそうも。それが最善みたいだな。しかしだな、長い間使われていないものだから当然落盤の危険もある。いざという時の逃走経路が限定されるというリスクも。いやいやいや、言い出しっぺはお前さんだろ。なら他に策があんのかよ。それともここでずっとテント暮らしを続けるか？それは。はいはい、そこまで。どのルートを取ってもリスクはついて回るんだし、ここは少しでも楽と思える選択をしましょう。悪い方に考えないで、前向きに考えれば自然と道は開けるわ。ミオちゃん、急にどうしたの？年長者としての存在感を示したいんだな。けなげだね。そこうるさい。よし、行こう。目的地は坑道だ。あ、ちょっと待って。
増えるのはいいことだよね。集められ